地図、第二次世界大戦前のスキポール空港完成等1960年上空から2018年ピアイアムステルダムスキポール空港は、オランダ最大級の国際空港である。首都アムステルダムの1 0トル南西の北、ホラント州、ハーレマーメール基礎自治体に位置する。旅客数においては、ロンドンヒースロー空港とパリーシャルルド・ゴール空港に、次いで、欧州第3位である。 スキポールは、英語読みに基づくカタカナ表記で、オランダ語での発音は、スヒップホル、または、スヒッポル、SXPL に近い。スキポール空港は、KLM オランダ航空、マーティンエアー、トランサビアなどオランダの航空会社や、KLM と提携するデルタ航空が拠点としている。6本の滑走路を持ち、欧州の代表的なハブ空港の一つとして、機能している。 観客地にあるため、海面下に位置することも特記すべきことである。現在、スキポールがある位置には、レークと呼ばれる村があり、スキポールの名は東、スキポール、スキポールレークといった地名ともども使われていた。スキポール空港は、スキポールグループの資産で、株主は、国、アムステルダム市、ロッテルダム市などである。スキップは船、ホールは、穴という意味が示す通り、 昔一帯は、湖だった。スキポールという地名は1447年9月11日付の古文でサイフォールと記されている。由来は、はっきりしないが、木のある沼地を意味するという説や、羊飼いがハーレマーメイアの北東の角にあり、ラーハーバルが強く吹く、この土地を、羊の地獄と呼んで避けたことから名付けられたという説がある。 1848年にハーレマーメイアンの監督が始まり、1852年に完成した。この新しいポルダーの北東の角には、世界遺産に登録されているアムステルダムの防災線のための要塞が作られ、スキポール要塞と呼ばれた。1916年に陸軍大臣がアムステルダムの防災線の端に位置するスキポール要塞に面した土地を、 軍用空港のために購入することを了承した。同年8月には最初の航空機が16.5ヘクタールの空港に着陸している。しかしこの空港は狭すぎることがすぐに明らかになり、76ヘクタールまで拡大された。第一次世界大戦後は、郵便、貨物、さらには旅客までもが、不要な軍用機を紹介増して輸送されるようになった。 オランダも当然この状況を生還していたわけでなく、1919年10月に、プレスマンによりオランダ及び、植民地の王立航空株式会社が設立された。1920年5月17日より、KLM によるアムステルダムからロンドンへの定期旅客便の運行便が始まり、スキポールがアムステルダムにおける離着陸箇所となった。 1921年には乗客用の宿泊施設が完備され、きちんとした部屋を手配することが可能になった。多くの路線が開設され、より多くの、より大きな航空機が発着するようになった。しかしこれにより次第にこの空港の問題点が表面化する。十分な排水が行われていなかったため、飛行機が頻繁に泥湿地に沈んだのである。 しかし市民にとってこの空港は、ますます重要になっており、1926年4月1日に、スキポール空港は、アムステルダム市に買収される。市はすぐに、空港の改良に取り組み、敷地や周辺道路の排水を良くしたほか、50百メートルの舗装エプロンを整備し、緑地が30ヘクタールまで増やされた。さらに旅客ターミナルと管制塔も建設された。 1935年には空港が180ヘクタールまで拡大され、高度の高い区域が増えたほか、200キロメートルの排水口が整備された。夜間の離着陸に備え照明が整えられ、舗装滑走路4本を備える空港に発展した。1940年5月には、スキポールはナチスドイツによる空襲の対象となった。ドイツ軍は空港を占領し、 さらにここを起点に軍を展開した。また、ドイツ軍は、ハーレマーメイア鉄道から直接空港内に乗り入れる、鉄道を建設した。スキポール空港は戦争中に、幾度となく、連合国の攻撃対象となり、使用不能となった。1945年5月ドイツの敗戦によりスキポール空港は、オランダの手に戻り、 集中的な修復工事により1945年7月8日に DC-3 が再びスキポールに着陸できるようになる。数ヶ月後には空港は完全に修復された。スキポールの需要は戦後急速に伸び敷地不足は明らかであった。このため南部への拡大が決定される。2007年テロ対策として搭乗手続きを行う施設に 全身スキャナーの導入が行われた。出発ロビー3スキポール空港図書館、アムステルダム国立美術館スキポール空港文館、マドローダム内のミニチュアのスキポール空港スキポール空港は単一、ターミナル思想に基づいて設計されている。すべての航空会社、旅客が必要とするすべての施設が一つのターミナルビルの中にあり、出発、到着、 乗り継ぎが歩いていけるように配置されている。出発客と到着客は、ラウンジと搭乗棟の区域を共用する形式をとっており、出入国審査などを通過することなく乗り継ぎ便にアクセスすることができる。ターミナルの出発ロビーは3つに区分されており、それぞれデパーチャーズ1から3と呼ばれている。スキポール駅、バスターミナル側より見て、 右側の建物の2階に、デパーチャーズ1と2が、左側の建物の2階に、デパーチャーズ3が存在している。また、チェックインカウンターは、デパーチャーズ1側より1、2、3と不満されている。デパーチャーズ1、2と、デパーチャーズ3の間は通路によって接続されており、徒歩で移動可能である。出発ロビーより、出国審査を経て、 旅客ラウンジにアクセスすることが可能である。デパーチャーズの位置に対応して、南西側より見て、右側の建物に、ラウンジ1、2が、左側の建物に、ラウンジ3が存在する。なお、ラウンジ1は、宣言域内用である。国際便から、宣言域内便に乗り継ぐ客が、ラウンジ2、3からラウンジ1に移動するときには、 両ラウンジ間に存在する出国審査ゲートを通過することができる。ラウンジには休憩用のソファーだけでなく多くの店舗やアムステルダム国立美術館の土産物店がある。なお、インターネット接続は有料で提供されている。ホランドカジの空港店は撤退済み。タニツターミナルのスキポール空港は十分な数の搭乗口を設置するために ピアと呼ばれる搭乗棟がターミナル本体から放射状に伸びている。ピアは B、C、D、E、F、G、H、M があり、B、C 及び D の上層階は、宣言行き内用、H、M は一本のピアを共有しており、格安航空会社用、それ以外は国際線用となっている。全体で165箇所の搭乗口を備えている。参考までに、 成田、大阪へのフライトは通常、ピアイから出発する。ラウンジの屋上が無料で開放されており、パノラマテラスと呼ばれている。入り口は国内ゾーン側にあり、航空ファンだけでなく広く、一般に開放されている。スキポール空港を本拠地とする航空会社は、KLM オランダ航空、マーティンエアー、トランサビアの3社である。また、 デルタ航空がこの空港を欧州でのハブ空港として利用している。各国の航空会社や欧州内の格安航空会社が多数就航している。2005年には91カ国の260都市へ直行便を持っている。スキポール空港は旅客数において欧州第3位の地位を占めている。世界第1位の空港はアメリカのアトランタ空港であり、 旅客数は1億739万4029人である。日本の空港では羽田空港が第5位の8713万1973人である。アムステルダム市街地に隣接しており、鉄道やバスで周辺都市へアクセス可能である。アムステルダム市街地中心部まで約10キロメートルである。空港ターミナルの地下1階に、 オランダ鉄道スキポール空港駅があり、アムステルダムとロッテルダムを結ぶ、幹線鉄道路線が通っている。アムステルダム、ロッテルダム、ユトレヒトなど、オランダ各地への直通列車をだけでなく、ドイツ方面へのインターシティや、ベルギーやフランス方面への高速列車、タリスの停車駅でもある。近隣市街地より、バスが、ターミナルビル前のバス停へ乗り入れている。 バス専用道路が設定されている路線や、急行運転を行っている路線もあり、アムステルフェーンやハールレムなどの鉄道の直通路線のない近郊都市へはバスが最も早くアクセスできる手段となっている。車内支払より割安になる共通回数券は空港内の売店で販売されている。スキポール空港に関連する重大事故は次の通りで、ある。 ありがとうございます。